マスアートです、えー。こんにちは、こんばんは、えー。なかなか本を読むというのは大変ですね。えー、なかなか、えー、読書する機会がないですけど、えーまあ、普段ク、えー、リスチャンですので少し小さなデイリーブレットを目,目を通す、まあ、小さい、えー、セイクカードを <laughs> 目を通すくらいで、 本の今日紹介されましたけどええ情熱かさチャンネルのニュースのトラガオからその、えーまあ、大倉あ安倍晋三とそのこの財務省ということでその本ですね私もいろいろと配置をしたいな本が、えー、最近、えー、こういう安全保障いろいろな経済ですね、えー、この高橋杉雄さんのそういうなんかな、えーまあ、基本的なその安全保障に対するそういう本 とかその本ですね。えー、また渡辺元陸将のそのプーチンの超原戦という本とかいろいろ、えー、このジョニー司さんの知性学のですかねいろいろと本をこ,このようなかん本を読みたいですけどなかなかそこまで時間が追いつかないですね、えー、この、えー、ジョニー司さんのその動画を拝聴してす少し感想を伸びるその YouTube でもう精いっぱいですけども恥ずかしいですけど、えー、本当に読書は必要ですね、えー、なかなか。 えー、そういうことを思い出されました。常年、さん、つか司さんの方から、脅威の真実の嵐、えー、君は、 安倍晋三と VS 財務省育法者を読んだ、読んだか、財務省奥野院との戦い、麻生太郎議員の真実、安倍のミックスの生みの親は、産経新聞社の方が、まあ新聞社ですね。本当に新聞記者すごいですね。まあいろいろ、次の動画でもしますけど、記事は大変ですね。私一番書くのが苦手なタイプですので、 記事を書書くくというのは本当に書くお仕事お,お仕事でも書くのがありますけど、えー、私最初の金融機関から目標に対してそういう包括いろいろということで、えー、文章は本当に、えー、苦手ですねそういう、えー、事業計画に対して目標に対して、えー、目標いかんかったら不当たれということでどう改善するかどう具体性するかということで、えー、なかなかそういう社会人になって、えー 書くことに今でも苦労してますけどあえてそういうもの書きすごいなえー、っと情熱かさんその,そのオ,ロオ,オンラインサロンかなし詳しく1日その 2, 2つの書いてるということでまあす,すごいなということを、えーまあ、作家、まあ、事業家ということで、えー、改めて本を、えー、昔、えー、大蔵省という本があったかな昔、まあ これは民主党時代になって大倉省が財務省に変わったんですがそな辺はちょっとわからないですけど、えー、もう本は本当に読むべきですね読んでも、まあ、知識として、えー、しても紹介して、えーえー、インプットインアウトしないといけないですね、えー、改めてこの、えー、本の読みですね、えー、この詳しく <laughs> なかなかこの このまあ内閣政権でもいろんな微妙ですね人間結局,結局人間関係ということでいろいろその表と裏がありますねそういうこの検察長官の検事総長の人事でしたかなそういうことでいろいろ野党の方がツッコミありましたけどまあ、ね、年次差が違うということでまあ この菅あ今の前総理菅前トロジオ官房長官ですかね菅さんはだいぶ大蔵省にガードされてたがいろいろとそういう政権の裏ですね。えー、そういう、い、えー、まあ、 取材したそういうことが生々しいですので、えー、私も一度、はい、拝聴したい、えー、一冊ですね本当に、えー、増えますけどさっき言ったように高橋杉雄さんの,そのあ安全保障に対する国の国防に対する基本また、えーえー、渡辺その元塾長のプーチンの長原戦ですねそういうウクライナ情勢そして、えー、このジョネスカサさんの知性学の 本とかこ,この安倍晋三と財務省 VS 財務省というのをも、まあ拝聴したい、えーえーまあ、その知識としてですね、えー、という思わされました。本当にな、えー、なかなか 現実は本を読むスカイが少ないですけど、えー、紹介して、えー、改めてこの脅威の真実の嵐君は安倍晋三 VS 財務省これは育法者ですかねを読んだか財務省奥の院との戦い麻生太郎議員の真実アベノミクス海の親産経新聞社ですねなかなかまあ人間がする政治まあすべてそうですけど人間関係微妙ですねそういうことをまあ 改めてこのまあよく自,自治力かな自,自制かなその人の振り返るのが亡くなった後の、えー、出てきますけどまあいろいろな微妙な私も、えー、経済新聞の人生一番裏にあったその人の、えー、人生なんですかね、えー、自治力がまあよ読んだ時の感じですけどまあいろいろこの会社 日経新聞はそういういちょっと余談ですね本本を読むことになりましたけど、はいえーえー、次回、まあ、そういう、えー、読みたい一冊に加わりました、えー、なかなか微妙ですねそういう、えー、昔のまあ暴露本じゃありませんけどそういう政権の特にその安倍晋三と財務省中この微妙なそういういろんなそういう 裏側の事情を知っている方の取材したまた詳しく事情を知っている人のからの産経元産経新聞の記者ですかね二人の共同記者と言っていますけど手元に置きたい一冊となりました。はいマスターですののこの1分間 ユンまた、あまた、マスターとのこのー YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします。えー、本を読みましょうね。はい、マスタートでした、えー、し仕上げのットパッションブリッシャロム、シャロム、シャロム。